はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、やりたいことが見つからないというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まず最初にですね、この YouTube チャンネルの視聴回数が合計で800万回を超えています。これもですね、本当におかげさまで、ね、あなたのように毎日のようにですね、この動画を視聴してくださっている方のおかげだと心から感謝しています。本当にありがとうございます。はい、ということで今回はですね、やりたいことが見つからないというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、やりたいことが見つからないっていうのは当然なんですよね。まあ当たり前なんですよね。ね、なんでかって言ったらやりたいことなんてないからですよね。やりたいことなんて存在してないからやりたいことが見つからないと。で、ただそれだけですよね。まあ、全世界、日本全国、どこを探してもやりたいことなんて見つからないわけですよ。存在してないですから。なので、行動というのは行動なんですよね。単なる行動なんですよ。で、そこにやりたい行動とかやりたくない行動っていうのはないんですね。ある特定の行動はやりたい行動であり、ある特定の行動はやりたくない行動というふうにね、分かれてるわけではなくて、行動は行動なんですよ。で、単純な行動なんですよね。だから、そのやりたい行動っていうのが存在してるとか、やりたくない行動が存在してるのではなくて、全く同じ行動をある人はやりたいことって感じるんですよね。で、別の人はやりたくないことって感じるわけですよ。で、同じ行動なんです。全く同じ行動なんですけど、ある人はその行動をやりたいことって感じるんですよね。で、ある人はね、やりたくないことって感じるわけですよ。だから行動、やりたい行動が存在してるわけじゃなくて、一つの行動に対してやりたいと感じる人がいるっていうだけなんですよね。だからやりたいことっていうのはね、見つからないんですよ。ね、なんでかって言ったら存在してないからですよね。じゃあ、ね、その違いですよね。一つの行動に対して、ある人はその行動をやりたいと感じ、ある人はやりたくないと感じる。ね、その違いって一体どこにあるんですかって言ったら、これはもう簡単ですよね。目的があるかどうかということです。ね、目的があるかどうかですね。まあ、人は目的に向かっている行動はやりたいって感じるんですよ。で、目的に向かってない行動はやりたくないって感じるんですよね。ね、この、ね、ことをやっていけば、まあ、自分が到達したいところに到達できると思うならばやりたいことって感じるわけですよね。で、逆にいやこんなの意味がないよって感じるのは、まあ、結局自分の目的に向かってないことをやろうとしてるから、だからやりたいっていうふうに感じないということですよね。まあ、例えば野球の素振りという一つの行動があるとしますよね。野球の素振りっていう行動があって、まあ、素振りは素振りですよね。やりたい素振りがあるわけでもなければ、やりたくない素振りがあるわけでもなく、素振りは素振りという一つの単なる行動ですよね。で、同じ行動、素振りという行動を、ね、ある人はやりたいことって感じるわけです。で、別の人はやりたくないことって感じるんですよね。いや、それなんでですかって言ったら、目的があるかどうかですよね。目的がなければ、ね、いやもう素振りなんて、もう単なるめんどくさいね、やらなければならない作業にしか感じないわけですよ。今日も素振り100回しないといけないのか、嫌だな、めんどくさいな、やりたくないなって思って、まあ、素振りをやるわけですよね。で、別の人は、よし、やろうと、ね、素振りやろうと、100回やろうと、ね、100回と言わずに今日は200回やりたいというふうに感じるわけですよ。全く同じ素振りなんですよね。じゃあなんでやりたいって感じるかって言ったら、例えば甲子園で、ね、優勝するっていう目的があるからですよね。甲子園で優勝したいという目的があって、その目的に向かって、ね、素振りというのを、ね、やっている。だから素振りっていうのをやりたいことだっていうふうに感じてるわけですよね。だからそのどこかに、ね、別のこと、別のやりたいことが存在してるわけじゃなくて、やることっていうのはいつも目の前にあるわけですよ。いつも目の前にあるわけです、やることっていうのはね。今の例で言えば素振りですよ。素振りという目の前の行動があって、その目の前の行動をある人はやりたいことって感じて、ある人はやりたくないことって感じる、ね、その違いってどこですかって言ったら、それは目的に向かってるかどうかっていうことですよね。だから考えないといけないのは、どこにやりたいことがあるかではなくて、そもそもどこに行きたいのかってことなんですよね。
そもそもどこに行きたいのかっていうのがなければ、どんなことだったとしてもやりたくない、めんどくさいことにしか感じられないんですよ。ね、自分は、ね、別にどこに行きたいっていうわけではないという、その目的地がないというのであれば、何を探したとしても全部やりたくない、すべてもね、めんどくさいことにしか感じられないわけです。ね、逆に目的に向かっているということであれば、その目的に、ね、到達するために関連することであれば、それはやりたいことというふうに感じられるということですよね。でそうした時に、まあね、究極的にはですよ、一番理想的にはやっぱり人生の目的っていうのを、まあ、見出して、ね、自分はね、この人生をこんな人生にしたいと、ね、いう究極の目的ですよね。もっとなんか哲学的に言うならば、まあ、自分は後世の人たちからどのような人間だったと覚えられたいのか、自分は後世の人たちからどのような人間だったと覚えられたいのかという、その人生の目的っていうのを見出すことができていれば、まあ、その人生の目的にかなうことであればやりたいことっていうふうに感じられるわけですよね。でそれが理想は理想です、ね、理想は理想、ね、自分は、ね、将来、ね、後世の人たちからこういう人間であったと覚えられたいんだと、ね、でそしてそういう人間だったと覚えられるということに関連することはやりたいことっていうふうに感じられるわけですよね。他の人はたとえ、ね、自分と全く同じことだをして、ね、そんな、ね、大変なこと、そんなめんどくさいことやりたくないって思ってたとしても、自分には人生の目的があって、その人生の目的に向かっている行動は自分にとってはやりたいことっていうふうに感じられるということですよね。でそれが理想は理想ということになります。でなんで理想は理想っていう条件をつけてるかっていうと、やっぱ人生の目的、ね、例えば自分は将来後世の人たちからこういう人間であったと覚えられたいというような、その人生の目的に対しての答えというのはやっぱり人生経験がいるんですよね。これはもう人生経験がある程度豊富になってきて初めてなんとなく心から見出していくことができるもので、ね、やっぱり人生経験がまだね、そんなにない、まあ、例えば10代の方とか20代の方ってなると、ね、やっぱその問いに答えられるっていうのは、ね、ちょっと難しいっていうのも現実としてはあると思うんですよね。まあ、40過ぎてくると、まあ、さすがにね、40年間の人生体験っていうのがあるので、ね、まあ、その仕事をしたとか働いたとかね、例えば家庭家族関係とか、まあ、人間関係とか、まあ、いろんな人間関係っていうのがあって、まあ、その人間関係の中からいろんなことを今まで学んできていますから、まあ、そうすると、まあ、自分はね、じゃあ自分の人生の目的って何だろうと、自分は将来後世の人たちからどんな人間であったと覚えられたいんだろうということに対しての、まあ、答えというのを、まあ、自分なりに、ね、心から見出してくるということは、まあ、できるようになっていくとは思うんですけれども、まあ、逆にね、まだ全然仕事もしたことがないとかね、働いたこともないとか、まあ、社会というのがどういうところなのかっていうのに対してほとんど体験がないという状態で、ね、人生の目的に、を、ね、見出すというのはやっぱ現実的には難しいんだろうというふうに思うんですよね。でそうすると、まあ、やりたいことっていうのを、ね、感じることができないわけですけど、もし ねまだその人生の目的っていうのを見出すことができてないということであれば、ね、まあ、個人的には単純にお金持ちになりたいでいいと思うんですよね。まあ、その特に10代の方とか20代の方みたいな、ね、本当にこう今からね、どんどん、ね、成長して、ね、この社会にで活躍していこうと、まあ、成功していきたいという、ね、まあ、本当にこう将来ある、ね、未来ある10代20代の方だったら、ね、もうお金持ちになりたいという、ね、目標で、ね、いいんじゃないかなと、まあ、単純にそれでいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています、ね、やっぱそれ40過ぎて50過ぎたらね、やっぱ人生の目的っていうことで、ね、自分は将来後世の人たちからどんなふうな人間だったと覚えられたいんだろうというような、まあ、そういうこうね、哲学的究極的な問いっていうのに答えていくということもすごく大事だと思うんですけど、まあ、それをね、まだ社会にね出てない、もしくはもう出たばっかりという状態の方にね、その答えというのを求めるというのは、まあ、現実的ではないのかなというふうには思うので、その場合はね、いや自分には特にねこれといった人生の目的がない、もしくは今まだ見出すことができてないということであれば、単純にお金持ちになりたいというのでいいんじゃないかなと思います。そのお金持ちになりたいっていうのだったとしても、ね、それすらない、
それすらない人よりはもう圧倒的に、ね、やっぱ人生の充実度って違ってくるんですよね。まあ、仮にお金持ちになりたいというものだったとして、いや自分はもうお金持ちになりたいんですというのだったとしても、それさえない人よりははるかにやっぱ人生っていうのは充実してくるというふうに思います、ね、やっぱり本当にこう一つの、ね、目標があるので、ね、そしたらやっぱ自分はお金持ちになりたい、だからどうすればいいんだろうということであれば、やっぱお金持ちになれることにつながることに対してはやっぱやりたいことっていうふうに、ね、やる気っていうのが湧き上がってくるわけですよね。だからそれでいいというふうに個人的には思います、ね、やっぱお金っていうのもすごく大事だし、ね、一つの大きな、ね、やる気動機づけになるんですよね。でそうした時に、まあ、経済っていうのと道徳っていうのはちょっとやっぱこう切り分けて考えた方が、ね、整理しやすいと思うんですよね。まあ、経済は経済、道徳は道徳ということで、まあ、切り分けて考えた方が分かりやすいと思うんですけれども、ね、経済っていうのは一人一人が、ね、利己的でいいっていうのが前提なんですね。経済っていうのは一人一人が利己的で構わないと、まあ、自分が得をするとっていう、こう利己的で構わないっていうのが経済っていうのは前提です、ね、それでいいというふうに考えているのが経済なんですね。だから道徳とはね、切り分けて考えればいいと思うんですよね。みんながね、まあ、はっきり言ったらね、得をしたいとか、みんなが儲けたいとか、ね、自分がお金持ちになりたいというので全然構わないっていうのが経済なんですよ。例えば、ね、農家の方がいて、小麦粉業者さんがいて、そしてパン屋さんがいると。まあそういう経済を考えてみたいと思うんですよね。農家の方がいて、小麦粉業者さんがいて、で、そしてパン屋さんがいる。まあそういう経済を考えてみたときに、まあ、例えば農家の方は小麦を作りますと。で、小麦粉業者の方は、ね、農家の方から小麦を仕入れて小麦粉に加工しますと。で、パン屋さんは、ね、小麦粉業者さんから、ね、小麦粉を仕入れてパンに加工します。まあ、そこで、ね、一つの経済というのが成り立っていたとしたときに、ね、農家の方は、農家の方が、ね、例えば利益を出したいとか、お金を稼ぎたい。だから小麦を作るというので全然いいということなんですね。でそして小麦粉業者の方は、ね、自分たちが、ね、小麦を小麦粉に加工してパン屋さんに売ることでお金を稼ぎたい、利益を出したいと、だから、ね、加工をしているというので全然いいということなんです。でパン屋さんは自分たちが、ね、お金を稼ぎたい、利益を出したい、だから小麦粉を仕入れてパンに加工するというので全然構わないということなんですね。別にその、ね、他の人のためでなかったとしても、農家の人は、ね、小麦粉業者さんのために、ね、小麦を作っていたわけじゃなかったとしても、ね、全然構わないということです。それがこう経済の前提なんですね。全ての人が自分たちが、ね、利益を得るをために、ね、生産活動を行って構わないというのが経済です。全ての人が利己的でいいということなんですよね。全ての人が利己的であったとしても、ちゃんと農家の人は農家の人で小麦を作り、ね、小麦粉業者は小麦粉業者で小麦粉に加工して、パン屋さんはパンに加工して、そしてお客様に売る。そしたらみんながね、利己的だったかもしれないわけですよ。お客様は美味しいパンが食べたいっていう利己的な目標で、ね、いやこれをね、お金払ってあげたらパン屋さんが儲かるから、パン屋さんのためにお金を払おうというのでなかったとしても全然構わないわけですよ。自分が美味しいパンを食べたいからパンを買いましたで全然構わないということなんです。それぞれの人がそれぞれの人で、ね、利己的であったとしても、ちゃんと社会全体の価値っていうのが増えていくわけですよね。農家の人はゼロから小麦を作り、小麦粉業者さんは小麦を小麦粉というもっと価値の高いものに加工した。パン屋さんはね、小麦粉というのをさらにパンというかね、さらに価値の高いものに加工した。それぞれの人がね、ちゃんとこう価値を高め続けていって、社会の価値というのが全体が大きくなっていけば、ね、結局社会全体、経済全体の価値が大きくなると。それがもう経済の大前提なんですよね。だから経済というのは基本的には一人一人が利己的であるというのがもう大前提です。そしてその利己的で構わないというふうな考え方なんですね。だから道徳と経済というのはやっぱ切り分けて考えた方がいいということです。ね。まあ、例えばここでね、ちょっとこう一つね、例を出してみたいと思うんですけど、例えば保育士というね、一つの資格がありますよね。保育士。っていうね、まあ、資格もしくは、働き方というのがあります、ね、じゃあ保育園の先生っていうのはやりたいことですか、やりたくないことですかと。
保育園の仕事っていうのは、保育園の先生っていうお仕事はやりたい仕事ですか、それともやりたくない仕事ですかって言った時に、ね、もちろんやりたいこと、やりたくないことっていうのはないんですよね。保育園の仕事というある一つの特定の仕事が、ね、みんなにとってやりたいことであるわけでもないし、みんなにとってやりたくないことでもないわけですよね。ね、だから結局保育園の先生という、ね、仕事をやりたいことっていうふうに感じる人もいれば、やりたくないことっていうふうに感じる人もいるわけですよね。保育園の仕事っていうのは同じ仕事なわけですよ。でそうした時に、ね、その保育園の仕事をやりたい仕事っていうふうに感じる人もいれば、やりたくない仕事っていうふうに感じる人もいるわけですよね。でそうした時に、まあ現状っていうのをちょっと見てみたいと思うんですけど、保育士として登録している方っていうのが、まあ、日本全国に119万人いますと。で実際に保育士として働いている方は43万人いますと。ね、ということは、まあ、引き算をすれば119万引く43万人をすると、保育士として登録しているんだけれども実際保育士としては働いてない方が76万人いるということですよね。だから保育士として登録している人の3分の1の人は実際保育士として働いていて、残りの3分の2の人は保育士として、ね、資格は持っているかもしれないけれども働いてはいないということですよね。だからある人にとっては保育士というのはやっぱりやりたいことだと感じているし、ある人にとっては保育士っていう、ね、仕事はまあやりたくないこと、もしくは事情によってできないことっていうふうに感じているということですよね。じゃあ、ね、なんで、ね、76万人の人は、ね、結局保育士の資格を持ちながら、保育士として登録しながら実際保育士として働いてないのかといえば、もうね、単刀直入に言えばお給料が安いからですよね。もうそれが一番現実的なわけですよ、ね。結局保育士ですよね。まあ、保育園の先生というお仕事は、ね、まあ、やりがいがあるといえばやりがいありますよね。まあ、小さな子どもたちの将来に向かってのお仕事ですから、やりがいのある仕事って言えばやりがいのある仕事なんですよ。しかし大変な仕事って言えばそれは大変な仕事ですよね。まあ、0歳から3歳の子どもっていうのは、もうそれはそれは一人一人ものすごいエネルギー持ってますから、ね、まあ、子育て一人、ね、一人の子育て、もしくは二人の子育てって言っても、これはもう大変ですよね。ね、一人一人のお母さんがもうね、もう毎日毎日クタクタになるぐらい大変ですよ。で、そのね、0歳から3歳の子たちが、ね、10人、20人、30人いて、その10人、20人の子たちを、ね、要するにこう毎日、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日みたいな感じで、毎日ね、お世話するわけですよね。毎日面倒見るわけですよ。だからめちゃくちゃ大変なお仕事ですよね。ね、だからやりがいがあるといえばやりがいがあるわけですよ。しかし大変な仕事って言えば大変な仕事ですよね。でそうした時に、じゃあなんで、ね、3分の1の人だけが、ね、実際に働いていて、残り3分の2の人は、ね、登録しながら働いてないのかって言ったら、その大変な割にお給料が安いからですよね。だからやってないということなんです、ね。でそうした時に多分ね、道徳的にはね、これはね、けしからん話っていう感じだと思うんですよね。でそうね、実際にやっぱ保育園が足りないと、ね、特に東京みたいな、東京都心みたいな、ね、場所だったら、ね、保育園に預けたいけど保育園に預けられないと、ね、保育園が足りない、もしくは保育士の方が足りないという、ね、まあ、社会的な一つの問題がありながら、ね、実際保育士の資格を持っていて働かないと、ね、これはもうね、大変にけしからん話だみたいな考え方に、ね、道徳的にはなるかもしれないんですけど、経済的には全然 OK なんですね。経済としてはこれは全然 OK なんです。なんでですかって言ったら、今の保育士の仕事は、ね、その仕事の大変さの割にお給料が低いという現状があるからですよね。でそうした時に、もしね、人生の目的みたいなのがはっきりしていて明確になっていてね、自分の人生の目的っていうのが、まあ、例えばですよ、ね、自分は、ね、人生の目的として、ね、未来ある、ね、これからの、ね、明るい将来、明るい社会を作っていく子どもたちの、ね、育成に、ね、貢献することと、ね、子どもたちの、ね、育成に貢献することであって、その子どもの人格形成にとって最も大事な0歳から3歳までの間に、ね、IR 奉仕をして、そして その子たちが将来ね、健やかに育つ、それを通じて自分は社会貢献していくことだと、それが私の人生の目的なんですと、未来ある社会、未来あるね、未来の社会を作っていく子どもたちの健全な成長に貢献して、それを通じて自分は社会貢献していく、それが私の人生の目的なんですみたいな、そういうね、すごくこう明確な人生の目的っていうのをね、こう人生でもう見出すことができてる人で
であれば、ね、もうこのやりがいというのだけで、ね、十分に働くってことはできるわけですけど、それをね、こう10代、20代の方全員にね、求めるっていうのは、やっぱ現実的には難しいものがありますよね。ね、やっぱり10代は10代の欲求っていうのがあるし、20代には20代の欲望っていうのがあるわけですよ。で、そうした時に、じゃあね、自分はそこまでのね、はっきりとした人生の目的みたいなのは見出すことができてないということであれば、お金持ちになりたいっていうので全然構わないと思うんですよね。ね、自分はお金持ちになって、例えば女性の方だったら、ね、もっとね、綺麗な、ね、お洋服をたくさん買いたいとか、綺麗なバッグを買いたいとか、ね、綺麗なお財布を持ちたいとか、ね、そういったね、願望とか欲求欲望を、ね、全然肯定していいし、ね、そういった一つの、ね、目標っていうのはお金持ちになりたいと、ね、華やかな生活をしたいと、ね、豪華な、ね、暮らしをしたいと、ね、セレブになりたいと、まあ、そういった、ね、目標っていうのも、ね、全くない、人生に対して全く目標がないと、ね、夢も希望もないよりはお金持ちになりたいという、一つの目標がある方が圧倒的に人生ってやっぱ楽しいし充実してくるんですよね。でそうした時に、じゃあね、自分は保育士の、ね、資格は持っていて登録はしてるんだけど保育士としては働きません、なぜなら、ね、現実的に保育士は大変な割にお給料が低いからですというのであれば、道徳的にはけしからんかもしれないですけど経済的には全然 OK ということなんですよね。でだったらお金持ちになれる、ね、仕事を選ぶっていうのは当然の選択ですよね。で極めて合理的な判断ということになるわけですよ。自分はお金持ちになりたいんですと、ね、だけど保育士だったらお金持ちにはなれませんと、だから自分は保育士はやらないんですと、ね、お金持ちになれる可能性のある仕事をやりますというので全然構わないんですよ、ね、これは道徳と経済を切り分ける必要があります。道徳的にはその話っていうのはあんまりいい話に聞こえないかもしれないですけど、で経済的にはそれで OK なんですね。でなんで OK なのかっていうと、ね、経済っていうのは、ね、結局需要と供給で成り立ってるんですよ、ね、どこまで行ってもね、どこまで行っても需要と供給で成り立ってるんですよ。で、そうした時に、やっぱり圧倒的に、もしね、保育士っていう仕事が、ね、圧倒的に求められていて、ものすごいたくさんの人から求められているにもかかわらず、供給できる人がものすごい少ないと、ね、実際に保育士をやる人が圧倒的に足りないってなると、これはもうね、経済の仕組みからすると、もうどっちかになるんですね、必ず。ね、もう繰り返しになるんですけど、ね、その保育士という人たちが圧倒的に社会の中で求められているにもかかわらず、要するに需要がものすごく大きくあるにもかかわらず、ね、実際その保育士という働き方を選んで、ね、実際に提供する、供給する人が圧倒的に少なければ、これは経済というのは必ず長期的には調整を行うんですね。需要と供給というのを調整を行うんですよ。もうどっちかになります、ね、どっちかになるんです、どっちかっていうのの一つ目っていうのは、もう保育士の、お給料というのが大幅に上がるっていうことですよね。もう保育士っていうのはものすごい求められていて、社会の中ですごい重要でこう必要とされているにもかかわらず、保育士という働き方で、ね、その奉仕サービスを提供する人が圧倒的に少ないと、ね、需要の大きさに比べて供給が圧倒的に少ないということになると、もうこれは保育士の、ね、お給料っていうのが大幅に上がる、ね、それで、ね、結局調整が行われるわけですよ。今お給料が低いから登録はしてるけど保育士としては働かないわけですよね。しかしお給料が圧倒的に上がれば、ね、2倍3倍というふうに上がれば、ね、そのお給料だったら保育士として働きたいという人は必ず出てきますから、それで調整が行われるっていうのが一つです。でもう一つは、ね、もうはっきり言って、それでもね、やっぱり保育士っていうのは大変な割にお給料が見合わないという現状が改善されない場合は、もう保育園の経営者が、まあ、結局もうね、あんまりこう保育士に頼らないね、仕組みというのをこう作っていくんですね。もう経営者の側が、ね、あんまり人に依存しない、ね、仕組みとかシステムによって、ね、今までよりも少ない保育士でも保育園が成り立つ仕組みシステムというのをこう作っていきます、ね、それによって、まあ、もっと効率の良い保育園ですよね。でもっと効率の良い保育園というので、結局その、ね、人材不足っていうのをこう解消していくわけなんですよ。どっちかになるんです、必ず、ね、もう保育士の方のお給料っていうのがもう大幅にガンと上がるか、ね、もしくはもう保育園が、ね、あまり多くの人数の保育士に依存しない、こう少数の保育士でも十分に園が成り立つような仕組みシステムっていうのを作るか、どっちかで必ず調整を行うんですね。だから経済的には OK なんですよ。
ね、そうした時にやっぱりね、道徳っていうのはまあ建前で、まあ、経済っていうのはある意味本音っていうところがあるわけですよね。お金っていうのは本音の部分に関わっているわけですけれども、そうした時に、まあ、よくね、こう職業に規制はないと、ね、この職業は尊い仕事で、この職業は卑しい仕事と、でそうい う, こう職業的な規制はないっていう、ね、表現が、ね、あったりするんですよね。でこれはまさに道徳的な考え方であり、建前的な考え方なんです。ね、全ての仕事というのは、ね、必ず誰かの役に立っているものだから、ね、だから全ての仕事は必ず誰かの役に立っているものだから、ね、職業には規制がないんだと、全ての仕事っていうのはやっぱり尊いものなんだという、ね、考え方がありますよね。でこれはまさにね、道徳的な考え方で建前的な考え方なんですよ。しかし本音の部分では、現実現状の部分では、ね、やっぱり職業には規制があるんですよね。ね、ちょっとこう大事なことなんで繰り返しますけれども、職業には規制があるんですよ。経済的にはですよ。経済的には職業には規制があるんです、ね、だからある職業だったら、本人がどれだけ努力して気合い入れて根性を出して頑張ったとしても全然豊かになれないっていう仕事もあれば、ね、はっきり言って1年の大半の時間遊んでるにもかかわらず、ね、自分は、ね、大きな、ね、お金の流れの中にいるから、ね、どん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 ひっきりなしにお金が、ね、自分のところに流れ込んでくるような、そういう仕事っていうのもあるんですよね。ね、だからもしね、お金持ちになりたいっていうね、一つの目標があるならば、やっぱりね、どういう職業っていうのは、どういう仕事っていうのはね、やっぱお金で選ぶっていうのも一つの考え方なんですよ。ね、やっぱりそれはね、はっきり言ってね、お給料が高いとかね、いいお金になるっていうんだったら、やっぱそれはそれで大変なんですよ。ね、その大変さに比例してるんですよね、はっきり言ってね。ね、お給料が高いってことは、やっぱそれだけね、やりたいって手を挙げる人が少ないわけですから、やっぱそれなりに大変な部分っていうのは大きいわけですけど、しかし人っていうのは目的に向かっているときは楽しいって感じられるんですよね。自分はお金持ちになりたいって目標がないんだったら、ね、そのお金持ちになるための仕事っていうのはまあ大変でしかないわけですけど、しかし自分はお金持ちになりたいっていう目標があってるならば、ね、普通の人だったら、いやそれは大変だとか、それはめんどくさいとか、ね、それはやりたくないって感じたとしても、本人は強くお金持ちになりたいって望んでいるのであれば、その他の人から見たら、第三者から見たらすごく大変な仕事だったとしても、本人は生き生きやるっていうことができるんですよね。なので繰り返しになるんですけど、ある一つのことがやりたいことっていうのがあるわけじゃない、ね、この世の中に、ね、やりたいことっていうのがあるわけじゃないんですよね、これはね、万人にとってやりたいことですと、で、全ての人がやりたいことなんですっていうのはないんですね。ね、やりたいことがあるわけでもないし、やりたくないことがあるわけでもなくて、同じことをやりたいと感じる人もいれば、感じない人もいる、ね、それはやりたいことだって感じる人もいれば、やりたくないことだって感じる人もいるんですよね。で、その違いっていうのは目的があるかどうか。目的に向かってる行動であれば、本人はやりたいって感じるんですよ。たとえ周囲の人たちから見たらすごい大変そうに見えたとしても、本人はやりたいと感じてるから、やりたいっていうふうに思って、ね、やってるわけですよね。で、そうした時にお金持ちになれる仕事っていうのは大概大変な仕事なんですよ。やっぱりみんながやりたくないわけですから、ね、だけどもし本人が、ね、すごく、ね、お金持ちになりたいっていう強い強い願望を持っているならば、その周囲の人たちから見たら大変そうなことだったとしても、本人は生き生き、ね、やると、じゃんじゃんバリバリ働くということをやれるんですよね。だから、ね、経済っていうのと道徳っていうのはこう切り分けて考えていいわけで、ね、道徳的には、ね、保育園が、ね、これだけ足りない、特に東京とか都心で、ね、保育園が足りないっていう社会問題があるにもかかわらず、ね、保育士として登録していながら保育士として働かない人がこんなにね、3分の2もいるっていうのは良くない、けしからんとかっていう考え方になるかもしれないんですけど、ね、経済って考えるともう全然 OK ということですよね。やっぱりこう人っていうのは選んでいいわけですからね。もし自分が一生に1回で、その一生1回はやっぱりね、お金持ちを体験したいっていうんだったら、それはそれで一つの立派な目標だし、ね、やっぱり保育士っていうのはお金持ちになるっていう目標にはまあ向かってない仕事ですよね。道徳的なやりがいは別にしたとしても、もしお金持ちになりたいっていう目標に向かって、ね、保育士っていうのを選ぶっていうのはあんまり賢い選択とは言えないですよね。だったら、まあ、それでいいわけですよ、ね、それで圧倒的に社会で、ね、保育士が、ね、必要とされているにもかかわらず、ね、そのサービスを提供する人が圧倒的に足りないってなれば、必ず給料の調整っていうのが行われるか、もしくはもう社会的には保育士に依存しない保育園っていうのが増えていく、
仕組みとかシステムによって、ね、保育所、保育園、保育士にあまり依存しない保育園っていうのが増えていくっていう形で、ちゃんと社会っていうのはね、調整されていくものなんですね。経済っていうのはあくまでも一人一人が利己で構わないと。ね、みんなが自分の得ですよね。みんなが自分が得をする。みんなが自分が、ね、利益を得るというので構わないというのが経済なので、ね、農家の人はどうぞ、ね、自分が儲けるために一生懸命小麦作ってくださいと。ね、小麦工業者の方はどうぞご自身が、ね、儲けるために一生懸命小麦粉に加工してくださいと。ね、パン屋さんはどうぞ自分が、ね、豊かになるためにたくさんパンを作ってくださいと。ね、お客様はどうぞご自身が美味しいパンを食べたいっていう、ね、その欲求を満たしてくださいと。すべての人が全ての欲求を満たすことに一生懸命になった結果、社会全体の価値が大きくなり豊かさが拡大していくっていうのが経済の考え方なので、そういう意味では一人一人がね、利己的で全然構わないんですね。だから、まあ、ご自身の幸せにする、ご自身を成功にするために、まあ、合理的な判断をするということであれば、ね、目的に向かっていれば本人は楽しさを感じることができる、やりたいというふうに感じることができるということです、ね、繰り返しになるんですけど、理想は人生の目的に向かっていくことなんですよ。それが一番理想なんです、ね、自分が、ね、人生の目的みたいなのを持っていて、また自分は、ね、とにかく、ね、未来を作る、明るい将来を作る子どもたちに貢献することだと、それが自分のやりたいことなんだと。そうした時にやっぱ子どもたちにとって最も、ね、人格形成で大事な0歳から3歳と、この、ね、0歳から3歳に携わることで、ね、本当に愛ある奉仕をして、その子たちの、ね、本当に人間的な形成、人格形成に貢献する、それを通じて私は社会の役に立つ、社会に貢献する、それこそが私の生きがいであり、やりがいであり、人生の目的なんだと、ね、いうことをはっきり見出した上で保育士さんみたいな仕事をするっていうんだったら、もうそれは理想的ですよね。もうそれは本当に素晴らしいことだし、本当に美しいことだと思うんですね。ただそれを全員に求めるのはやっぱり無理があるんですよ。やっぱりそれはあくまでも理想論であり、建前論だし、道徳的な考え方ですよね。特に今から保育士として働こうとしている10代20代の人に、ね、全員が全員そんな、ね、明確な人生の目的を見出してね、その社会貢献性の高い働き方をしてほしいっていうのは、まあ、あまりにも現実を無視してるわけですよね。まあ、やっぱり10代は10代のエネルギーっていうのがあるし、20代には20代のエネルギー、欲求欲望っていうのがやっぱありますから、ね、いくら社会貢献って言ったとしても、やっぱ個人としても幸せになりたいし、個人としても成功したいわけですよね。だったら、まあ、理想論じゃないかもしれないけれども、現実論として何もね、目標がないよりはお金持ちになりたいっていう目標があった方が、まあ、はるかにその人は生き生きね、じゃんじゃんバリバリ働く、ね、動機というのを得ることができるということです。はい、ということで、まあ、まとめると、やりたいことが見つからないのは当たり前ですということです。やりたいことというのはないですから、存在してないので、ね、世界どこを探したとしても、ね、74億人すべての人にとってやりたいことなんてないんですね。ただあるのは、ね、行動だけなんですよ。あるのは行動だけなんです。まあ、今回例で挙げたならば、素振りという行動は存在してるんです。保育園の、ね、で働くという行動は存在してるんですよ。で、それをやりたいことって感じる人もいれば、やりたくないことって感じる人もいるっていう、人の感情の問題だっていうことですよね。で、もしやりたいっていうふうに感じるというのであれば、それは目的に向かってるからなんです。その人の、ね、目的にかなってることをやってるから、だからやりたいことっていうふうに感じられてるんですね。だからどこかにね、自分のやりたいことはないだろうかって探すぐらいだったら、ね、自分の目的っていうのを考えた方がいい、自分の夢っていうのを描いた方がいいということです、ね、そして、まあ、夢に向かっているならば、ね、周囲の人から見たならば、どれだけ大変そうに見えたとしても本人は生き生きであるってことができるようになるでしょうし、まあ、最終的にね、究極の問いに答えられる、人生の目的とはね、あなたは、ね、自分が、ね、亡くなる時に後世の人たちからどのような人間だったと覚えられたいかと、でその問いに答えられるような、まあ、人生の、ね、明確な目的みたいなのを見出したならば、もうそしたらその人は人生の目的に向かって歩んでるわけですから、ね、その人の人生って人生の目的に向かってるわけですよね。そしたらその人はやることは全てやりたいことだと感じられるようになっているというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。
はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。